今回はアイアンが100ヤードしか飛ばなかった方が130ヤードまで飛ぶようになった考え方とそのスイングの仕方についてアドバイスをしていきます。最後には練習方法も具体的にお話ししておりますので、ぜひ最後までご覧ください。多くの方がアイアンの飛距離が出ないと言って悩んでいる方がいるのですが、その理由はハンドファーストができていないからでしょっていうことをよく聞かれます。半分正解で半分間違っています。というのが、ほとんどの方はハンドファーストっていうとこのプロの映像を見てしまってるんですね。でそうすると、実際はもうちょっと手元が体に近い状態なんですけれども、ハンドファーストで当てにいってるって思ってるんですよ。というのが、手首を固めたまま打ちにいってると。そうするとほとんどの方が疑問に思っています。ハンドファーストで打つのは分かるんだけど、アドレスしてバックスイング上げてインパクトでしょ、届かないんだけどどうしたらいいっていうふうにおっしゃるんですね。そこがポイントなんです。手首固めてたら構えてる位置より体が回って手元が先行してクラブヘッドが少し後ろに遅れてくる形なので届かないはずなんですよ。だから飛ばないんです。どういうことか、本当はバックスイング上げて切り返しからクラブが遅れてきます。手元が先行するというよりはクラブヘッドが遅れてきます。打つ直前ってこの形です。ここから何が起こってるか、リリースが入るんですね。クラブヘッドが遅れてきてからリリースが入ります。なのでしっかりフォローも取れるんですよ。決してこのままぶつけてから打った後に振るわけじゃなくて、打つ直前からリリースは始まって飛ばしていくんですね。手を固めてしまうとクラブヘッドと手は常に同じスピードで動きます。なので7番で100ヤードしか飛ばない方とか思った飛距離が出ない方っていうのは、体の動きとクラブヘッドの動きを同調させすぎてしまってるんですよ。ですると体の回転スピードでしかボールは飛んでいかないので飛距離は出なくなります。体の回転をリリースを入れることで一気に追い抜いていくクラブヘッドの速さがあるから、ヘッドスピードっていう言葉が出てくるんですね。体と手を一緒に動かしているとヘッドスピードイコールハンドスピード、そして体の回転のスピードっていう風になっていきます。体の回転のスピードと手元のスピードは一緒だとしても、最後は一気にクラブヘッドが追い抜いていく。それをした結果、今の映像をスローでご覧いただくと、構えてる位置よりインパクトの方がハンドファーストになっていますよね。これは今インパクトの直前からリリースをしに行きました。ここが分かっていただけると必ずあなたはアイアンの飛距離が伸びていきます。そのための練習方法、今からやっていきましょう。持ってるクラブは7番アイアンです。構えたら一度クラブを空中に持っていただいて、クラブヘッドだけ右側に動かします。この時フェースを開いて右側ではなくて、なるべくクラブの先っぽを上に向けたまま右側に置いていきます。でその状態から少し体を左に回して、体が回りづらい方はつま先を少し開いてあげるといいですね。回してクラブを戻していきます。でこの状態からバックスイングを手首で反動をつけてあげてスイング、でこの時にドスンドスンって地面に落ちすぎてしまう方は、フォローのクラブの上げ方がうまくいってないです。ただ下ろしてしまっているだけで、クラブは下ろした瞬間にはグリップを
上に向けて立ててあげるんですね。そうすると滑らかな音に変わります。これで打つ練習やっていきます。もう一度いきます。構えたら空中にクラブ上げて右側にクラブを動かし、そして体を回し、空中に浮いてるクラブをここからリリースして、そして最後にはクラブを立てる。このように素振りをしたら構えて腰を回し、クラブヘッドを後ろにして手前で予備練習したらボールに向かってこのように打つ練習やっていきます。何をしているかというと、ハンドファーストの手の位置からヘッドを走らせる練習ですね。これに慣れてくるとハンドファーストしながらもリリースができるようになってくるので、最終的にもう少しバックスイングで勢いつけて振っていくようになっても、だん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 遠くに飛ばせるようになってきます。上手になってきたらクラブを右側にして体を回して、ここから腰も体もバックスイング方向に少し回して反動をつけてからリリースをする。反動をつけてからリリースをする。この時クラブヘッドをただ下に下ろすだけじゃなくて、クラブを立ち上げるようにフォロースルーで振っていく。そうすると地面に対してチャッという音が出て滑らかにクラブが振れるようになります。構えてクラブヘッドを後ろにして腰を回して、そして勢いつけて、だんだんこれが上手になってきたらバックスイングをどんどん大きくしていきます。その時にインパクトの形からバックスイングしようとすると体が流れたりしてしまいますので、だんだん大きくするときは一度きちっとしたアドレスを取り、ここからインパクトをするようにしていきます。たまにこのインパクトの形から素振りをして、こういう感じだよなっていう確認をしたら振るようにしてあげてください。今日の大きなポイントっていうのは、ハンドファーストはリリースしてるってことを分かってほしいってことなんですね。もちろん手首の角度をキープしたまま打つショットというものもあります。ただ一般的なアマチュアゴルファーの方でよっぽど体を鍛えてればいいんですけれども、体を鍛えていない方はクラブを効率的に使う必要があるんです。体も効率的に使う必要があるんです。それを手首を固めたまま回る、これは冒頭でもお伝えした通りクラブヘッドと手元と体を一緒に動かしているだけなので効率的ではないんです。クラブがいかに早く動くか、これがゴルフなんですね。クラブを早く動かしながら狙った方向に狙った距離で飛ばしていく。飛ばせる人の方が圧倒的に有利なのはあなたもご存知だと思います。そのための方法として、ハンドファーストでぶつけるんじゃなくて、ハンドファーストに見える位置からリリースをしていく、これが大事な動きなんだよ。ぜひ今日で知っていただきたいと思います。一見地味に見える練習ですけれども、最初この形から当たらない方多いです。それはまず手首が硬いっていうのと、あとはクラブをうまく立てて滑らすように使うことができない方が多いってことなんですね。下げたら下げっぱなしみたいな動きになります。そうではないんだよっていうのを、ぜひこの練習を通してコツをつかんでいただいて、アイアンでもしっかりとした飛距離が出せるようにやっていただきたいです。今回はクラブヘッドが走って飛距離も出るし芯にも当たる方法についてお話をしていきます。その最大のポイントはクラブを
回転運動で使っていこうということなんです。この回転運動をするために何が重要か、右手が支点となって触れていることが重要なんです。この右手が支点となって触れるからクラブは回転する、だからスピードが上がります。また支点があるからインパクトの再現性も高まってちゃんと当たるということも考えられるんですね。支点がずれてしまうとこの支点を戻すのが大変になってしまうので、インパクトはずれてしまうというふうに考えてほしいです。それではどのように右手を支点として回転運動を作るのか、構えてバックスイングではプレーヤーから見て右手を支点としたクラブの左回転でクラブを上げていきます。プレーヤーから見て左回転、そしてダウンスイングからフォローでは右回転、このような右手を支点とした回転運動を行ってほしいです。バックスイングでは時計の針があるとして、真下が6時だとしたら6時から12時に向かって自分から見て左回転を入れていきます。そしてここから12時から12時に今度は自分から見て右回転を入れていくんですね。この2つの回転を入れることによって右手が支点となったクラブの回転運動ができ、ヘッドスピードも上がり芯に当たるようになってきます。これができない方はこのようにスイングをしています。支点を作ってクラブヘッドを動かそうとしないで、支点ごとクラブを動かします。その結果クラブヘッドはまだ動いていることにはならないんですね。これはただ支点がずれてるだけです。もうすでに私の右手も辛いです。ちょっとプルプルしてます。ここから遅れながらコックを入れようとするとまたこの支点もどんどん上に上がって、手やクラブヘッドがすごく高い遠い位置まで動いていきます。ここからインパクトに戻す、うまくタイミングが合えばスピードはついているので飛ぶかもしれません。ただほとんどの方がタイミングが合わない、また支点を中心とした回転運動ではなくて支点をずらして振ってるだけなので、このダウンスイングから切り返してもクラブヘッドはほとんど動きません。また手元を上から下に動かそうとするので、こうやってやっていただくと分かるのですが、この辺りぐらいで右腕がパンパンに張ってきます。というのは上から下にクラブが落ちよう落ちようとするので、力がない方やスイングに勢いをつけた方というのはどうなるか、ドスンとクラブが上から下に落っこってしまう、ダフリの原因にもなります。ですので支点を作ったクラブの回転運動というのをさせようとすると、バックスイングを上げた時にはどちらかというとクラブヘッドは上に上がっても右手が下がった状態になります。この位置を保っているから支点がアドレスしている時よりほとんどずれないので、インパクトに向かって戻しやすくなるというふうに、今右手で素振りをして振ってみましたけれども、2回ともチャッと軽く地面をかする音が聞こえていると思います。この音というのはどういうことか、上げて支点がずれてればどこに戻していいか分かんないので、振った時に空振りしたり落としすぎてしまったり、でも支点がほとんどずれなければこのようにチャッと何度も同じような音がします。だからインパクトも安定するんですね。インパクトも安定してるから遠慮なくクラブをどんどん加速しようと思うこともできるんです。だから右手を支点としてクラブを回転させるということをやっていきたいという話です。この動画がいいと思ったらいいねボタンお願いします。ただここで右手を支点としてスイングをするとき、特にバックスイングでこのように上げられてればいいのですが、
それがこのように上げたりこのように上げたりというのは違うよということを覚えてほしいです。今何をしたか、視点の位置がほとんどずれずにこのような上げ方ができてれば理想的なのですが、クラブヘッドがかなり低くインサイドに上がる、この動きは横に回してるだけで右手を支点とした回転運動ではないということなんですね。横に動かしてるだけなのでこれは回転してないですよね。なので位置が違うということです。また同様に手元の位置が少し離れて前に出していくのも視点がずれておりますので、視点の位置があまり変わらずにちゃんと回転運動をしようよということなんです。なのでこの動き、ぜひ後方に鏡などを置いていただいて自分を見ながら真似してやってみてください。このようにうまく上げるとバックスイングを上げた時にすごく右手が楽に上がっていきます。こうやって上げてると手に重さが伝わってきます。またずっと重たいです。またもう一つパッと上げた時にこうでしょっていうふうに上げてしまう方もいます。何が違うか、フェースの向きですね。今上げながら手のひらを自分に向けるようにして上げていったのですが、このフェースの向きではまたクラブを途中でねじってしまっているので回転運動ではなくなります。クラブフェースが後方から見ると見えている状態、手のひらを後ろに向けるような動きをしてあげるといい動きになってきます。ぜひこのポイントも忘れずにやってみてください。今の動き、手と体を別々にやってみると非常に分かりやすいです。構えて、これが手の動きなんですね。これに体の回転を入れていきますとトップの位置に上がっていきます。なので一見この位置にトップがあって両手がついてると手を上げているように見えるのですが、実際は体の正面で右手を支点としてクラブヘッドを上げている、これだけなんですね。でここから体に回転を足しているのでここまでクラブが動いているように見えるんです。これ多くの人が手だけでこの位置に持ってこようとするので肘が抜けたりクラブの動きが悪くなったりしているのが現状です。またそんなにトップって低くないよねっていう疑問の声も出ると思うのですが、実際は体の回転も同時に行ってきてクラブヘッドに反動がつくので高い位置までトップが上がります。これに両手がついているとこのようなバックスイングに変わってくるんですね。こういったポイントを押さえていただくと体と手元どれだけ動くのか、いい意味で手元はそんなに動かずクラブヘッドは動き、そして体は回転していくっていうふうなことがわかるかと思います。チャンネル登録お願いします。それではこの動きを取り入れながらスイングしていきます。まずは素振りからやっていきましょう。右手一本で持っていただいて、まずはこの位置からひょいとクラブヘッドを上げていく練習をします。この時にフェースがそのまま真上ではなくてちょっとフェースが下を向くぐらい、地面の方を向くぐらいの上げ方をしていきます。この上げ方を何回かやってみましょう。そうすると手元の位置はほとんど変わらずにクラブヘッドだけが上がっていきます。この動きに次は回転も合わせて入れていきます。そうするとクラブをポンと上に上げる動きに体の回転も入ると手がだいたい胸の前ぐらいまで来ます。これに体の回転と手を同時に上げることでこの位置まで上がり、これが自分から見た左回転、そしてここから体を左に向けながら自分から見た右回転を入れていきます。この時にしっかりターゲット方向を向きながら右のつま先は軽く地面を触ってるぐらいでしっかり向けていきましょう。多くの方がここまで綺麗にできたとしても体の回転を止めてしまい、
その結果こねる動きにつながったりして曲がったりしてきます。左回転、右回転というふうにやってくるとフェースの向きもいい動きになってきて、クラブの回転も右手を支点としてきっちりできるようになってきます。この素振りをまず右手一本でできるようにしていきます。それができましたら今度は左手をつけていただいて、左回転、右回転というふうに素振りをしていきます。左回転、右回転、この素振りができましたら構えて同じスピードで左回転、右回転というふうに打っていきます。まずは素振りと同じように打ってみましょう。素振りの時にどうしても打つイメージが欲しいという方は左回転、右回転というふうに地面を毎回かする音を整えてあげて、ボールに構えても地面をかするつもりで左回転、右回転、左回転、右回転というふうにやるようにしていきます。これに慣れてきましたら左回転、右回転っていう回転するスピードを上げていきます。回転するスピードを上げても必ず1,2 というふうに間を取っていきましょう。回転回転というふうに早く振るわけではないです。クラブの回転スピードだけを上げていきます。左左、今のようにクラブのスピードを上げていくんですね。先ほどゆっくり左回転、右回転というふうに振りました。ただ早く振った時と比べるとクラブヘッドの動きは、早く振ってる方がクラブヘッドの移動スピードは速いのですが、切り返しの間がその分長くなり、結果的に切り返す時のタイミングは同じになります。ただクラブヘッドのスピード自体が違うので、早く振ってる方がフィニッシュからフォローにかけて大きな大きな速いスイングになっています。こういったことがお分かりいただけると、もしあなたが力いっぱい振ろうとした時に切り返しでこのように急いで振るとかっていうことはなくなります。しっかり早く振りたければゆっきゅっというふうに間を作って、このように力強く早く振ることができます。飛ばしたいと思っている方、ぜひこのバックスイングの左回転、そして切り返しからの右回転っていう感覚でスイングをしてみてはいかがでしょうか。今回は飛ばすためのバックスイングについてお話をしていきます。やはりバックスイングっていうのがすごく重要になってきます。このバックスイングが飛ばすための方法でなければ、その後いかに切り返しからインパクトフォローで頑張ってもなかなか飛びません。それこそ力に頼って飛ばしてる人が正しいバックスイングになれば、もっともっと飛んでいくっていうことになりますので、まだまだ飛ばせる、そんな気がするようなあなた、ぜひこの動画を最後までご覧ください。それではまず飛ばせない方の代表的なバックスイングを行っていきます。こんなバックスイングが多いですよね。トップまでっていうのがポイントなんですけれども、今1回目のスイングは何をしたか、
両腕を体に巻きつけてかなり近くでクラブを持っていました。これも飛ばせないバックスイングです。2つ目はなるべく大きく上げてシャフトクロスになるように一生懸命やってみました。この間視聴者さんから言われたんですけど、かなり大げさに悪い動きしようとしたりアーリーリリースをしようとしてるんですが、意外とそうは見えないんですけどっていうコメントをいただいたりしたんですね。なので今一生懸命頑張ってやってみたんですけど、悪い動きに見えたら幸いです。あの動きをすると一見両方ともクラブを担いでる方がクラブヘッドがかなり奥深くに入ってますし、また大きく持ち上げてる方がクラブの移動は遠くなってくるので加速しやすそうなんですけど、これは非効率的なんです。というのがかなり一回大きく上に上げて背中側に行ってそれを戻してから打つっていうスピードの上がりづらいバックスイングになってるんですよ。じゃあスピードが上がりやすいバックスイングってどんなのっていうことなんですが、それはこういうバックスイングです。というのがスピードの上がるバックスイングになっています。何が違ったか、今からこれを詳しく解説していきます。違いとしては構えたらバックスイングで、簡単に言うとかなり腕が体から離れたトップを作ったということなんですね。決して深く入っているわけではありません。体から遠く腕が伸びたような綺麗なバックスイングにしただけなんです。綺麗でいいのってことなんですが、ポイントはグリップが体から離れていること、そして頭からも離れていること、これがポイントになってきます。これをすると遠くからクラブを加速させながら振ることがしやすくなるんですね。これがクラブの正しい加速のさせ方です。上に上げてしまうとそれを戻して一回遠くにしようとするので、この分ロスが大きくなってくるよということなんです。ここがもったいない動きになっちゃうんですよね。なので遠くから加速をさせていく、これをするために正しいバックスイングの方法を覚えてほしいんです。そのための方法としてはバックスイングは両手でクラブを上に持ち上げるんじゃなくて、左手を下に押しながら体を回していくと腕の伸びた理想的なバックスイングになりやすいんですね。ここがポイントになります。バックスイングは決して両手で持ち上げるんじゃないよ、ただただ手を高くすればいいんじゃないよ、逆なんです。左手を低く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 回転させていく、こうすると右肘も自然と体から離れ腕も伸びてかっこいいトップかつ加速しやすいトップバックスイングになってくるんですね。なのでこの左手を下に下げて上げる方法っていうのをしっかり覚えてほしいです。今日はバックスイングのお話をしているので、ここからじゃあどうやってクラブを使っていくのっていうのはまた過去の動画を参考にしながらトップからの切り返し、その動きの話を見ていただきたいと思います。ただそれにつなげるためにはこのバックスイング、左手を下げてクラブヘッドを上に上げていくっていう動きを覚えていただくのが一番の目的なので、左手は下に下げる、これを覚えておいてください。この時の注意ポイントについてお話をしていきます。左手を下に下げながら体も右側に行ってしまうとこれは意味がありません。左手は伸ばしながら体はその場で回ること、頭の位置をあまり変えないようにすること、またこのトップに行った時に左足に体重がかかるように上げていくこと、これがすごく重要になります。そうすると体の正面で手が離れたようなトップの出来上がりになってくるんですね。これをたくさん今の私の映像を見ながら鏡の前で繰り返し繰り返し行ってほしいです。やっぱりショットをしながらだとバックスイングの上げ方っていうのは何がいいか何が正解か分かりづらくなってきますので、ちょっと自分では修正しづらいんですよね。ただこれが鏡を見ながらチェックしながらやっていることで間違った方向には行きづらくなりますので、正しいバックスイングを知りたい方、飛距離アップのバックスイングを知りたい方、
このバックスイングの上げ方を行うようにしてみてください。これをするとトップから切り返し、そしてインパクトに非常につながりやすくなってきます。ぜひ参考にしてみてください。